fragile, like it was built to break off the handle. How'd we get to this place? We're leaving everything behind for new and exciting feelings. But I won't leave you. Will everything we know be lost and changed for something new? Only time will tell, but I'll be holding you. はい、今日はですね、地元の社会人チームの練習に行ってきたいと思います。兄も所属してるチームなんですけど、埼玉県一部リーグのチームで、毎年日本にいるときは練習参加させてもらってるチームです。で、まだ全てのメニューを消化できる状態ではないので、部分的な合流にはなってしまうと思うんですけど、まあ一人でトレーニングするよりね、誰かと一緒にとか、まあ簡単な動きでもボールを使ってトレーニングできれば、まあ体も心もどんどん仕上がってくると思うので、めちゃめちゃ久しぶりなんでね、まともに誰かとボール蹴るっていうか、なんか遊びでね、後輩とかと芝のところで蹴ったのはありましたけど、グループでトレーニングするっていうのはめちゃめちゃ久々なんで、しっかり楽しんでいきたいと思います。はい、ということで社会人チームの練習に参加してきました。最初のパスの基礎練というか、パスコントロールとか、あと簡単な5対1かな、4-1だったが5対1の回しで、鬼はやらずにっていう感じで、でその後ポゼッションとか始まって、それは入らずに、ポゼッションの後にあったシュート練はやらせてもらって、最後のゲームは入らずに、ちょっとアジリティとかっていうのをやってダウンしてっていう感じで、今日のトレーニングは終わりました。まあやっぱり一人でやるよりね、こうみんなが一生懸命頑張ってる中で一緒にボール蹴らせてもらって、本当すごい楽しかったし、早くね全部のメニューを消化できるようにして、でなおかつどんどん自分のプレーのレベルをね上げていって、新しいチームと契約できるように引き続き頑張っていければと思います。この兄の所属している社会人チームの平日の練習っていうのが火曜日木曜日夜7時から9時までやってるんですけど、ちょっとこれでね、終わってからお風呂とかご飯とかで体のケアしてとか、ちょっと寝る時間が遅くなったりして、また次の日の朝起きる時間とか
いろいろ生活のリズムをね、まあサッカーの練習にやっぱり合わせていかなきゃいけないし、ボール蹴れる環境があるっていうのはすごいありがたいことなんで、そこに合わせながらちょっと生活の流れをまた考えていければと思います。やっぱりトレーニングもね、もちろんものすごく大事なんですけど、それと同じくらい食事の栄養の部分と、あと睡眠プラス体のケアの部分すごく大事なんで、うまくバランス見ながらで、やりすぎにならないようにね、もうやりすぎぐらいやらないと全然足りないんですけど、でもやりすぎて体が動かなくなってもしょうがないので、ちょっとその辺のバランスをうまく見ながら、チームに所属してるわけじゃないので自分でこうスケジューリングしていかなきゃいけないので、いろいろ難しい部分もあるんですけど、いろんな人のアドバイスをもらいながら、いいスケジュールを作ってしっかり体作っていければと思います。ちょっといつものルーティン動画と違って最後語りで終わる感じになるんですけど、今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画で会いましょう。それでは。